こんばんは、ひづきチャンネルへようこそ。ということで、今日は、前に買ったという、エレトラの紹介をしたいなと思ってエレトラのところ座ってます。はい、ということで、これヤマハの、入門キットなんで、そんなにグレードが高いやつじゃないんですけども、はい、ちょうどいいものがブックオフにありましたんで、格安で入手しました。もう練習用にはバッチリ全然問題ないなっていう感じです。はい、普段はねヘッドホンでねこう音を聞いたりして、ちょっと叩いたりしてるんですけども、スピーカーもつないでみました。うちに昔から眠ってるヤマハのスピーカーがあるのでつなげたんですけど、ちょっと叩いてみましょうかね。こんな感じで、ちゃんと鳴ってくれてます。聞こえてますかね。ちょっとあんまり大ボリュームにはしてないんですけどね。はい、ハイハットもこんな感じです。ちゃんとフットコントローラーでねオープンクローズもできます。スネアこれリムもね叩くとカンカン鳴ってます。なのでリムとの叩き分けもできます。基本セットなんで2タも1フロアになってますね。はい、こんな感じです。バストラもね、バストラはこの、キットの生音がちょっとでかい感じがするんでちょっとスピーカーからあんまり聞こえてる感じはないんですけど、全然問題ないです。シンバルはねライドシンバルとクラッシュシンバルです。ライドもこう刻む時と鳴らすとどっちもできます。なかなかいい感じでできてますね。これ音もいろいろ変えれて、これはねアコースティックキットっていうのにしてるんですけど、ロックキット、ちょっとこの動画ではね音の違いは分かりにくいかもしれないですね。面白いなと思ったのがエレドラがテクノキット、ちょっとあられちゃんのイントロみたいですけど、こんな感じで面白いなと思いますね。こんな曲も1曲ぐらい作ってみたいなとか思いますが、一番自然なのは、この音なんで、いつもこの音でやってます。あと、CD とかもね1000冊と一緒にヘッドホンで聴けたりするみたいなんで、なかなか練習はしやすいような感じになってます。ミディもついてるんで、ミディアウトでやると、いろんな他の機械とねつなげれるとは思うんですが、多分ちょっと面倒くさいんでそんなことはしないと思いますが、せいぜい録音これを LINE に突っ込んで録音するぐらいかなと思うんですけども、クリックがついてます。はい、いい感じです。練習しやすいです。という感じで、ちょっと適当に叩いてますけども、こんな感じで、いい遊び道具です練習道具と言わないところがいいんですけども、いい遊び道具です。曲作りをしようと思いながら、なかなか進んでませんが、これでちょっとドラムのね軽い、イメージのドラムをね叩いたりとかしてやっていくと、結構いい作品ができるんじゃないかなと思います。録音するときはスタジオに行ってねマイクを立てて生ドラムで撮ると思うんですけども、これはこれでいいかなと思います。さっきのテクノキットみたいに、テクノの音だったらねそのまま使ってもいいかなとか思ったりもします。はい、ということで、はい、レドラのコーナーでした。またちゃんと叩いてね、音源したりなんかしたいなと思いますので、今日は紹介ということで、よろしくお願いします。はい、それでは今日はこの辺でバイバイ。